ウィッシュが人狼で放映された時にありがちなことについての反応集。トレンド入りするマグニフィコを実況すれでアシャ下げが始まる。逆に反動で言われてたほどマグニフィコもいい人じゃないなってなる人も出てくる。まあ加熱しすぎで言われるほどこの映画悪くないよ。名作とは言えないけど勢は増えると思う。スターウォーズ EP8 の時とか思うにネットの評判は揺るがなさそう。初見、公式広告以外の情報なしでいの。なんか展開おかしいけどカットしすぎってこと？ X の仕様でマグニフィコとアーシャはトレンドに入るけど、スターは3文字だから入らないんだよな。無礼者たちへ。たたえようタグを放映前から PR する日本公式。語尾にスターをつけた黒幕スター構文が飛び返そう。スータスタスタ、王妃様、これで女王になるって願いは叶えたスタよ。マグニフィコはヴィランなら、もっと反逆者を収容したり虐殺したりしろ、って突っ込まれる。異文体、ロサス王国。エンディングで、アーシャのコスプレした少女たちがテーマ曲を歌う映像が延々と流れる粋な演出が流れる。何千円か払ってみた側と無料で見た側のとの差で。ボロクスと言われてたけど言われてるほどじゃ。ってなる地上波勢は出てくると思う。歴史で暴君と記されていた君主も、こんな風にねじ曲げられてたかもしれないって意見は出そう。本編をカットして、マグニフィコーのミュージカル部分を歌う視聴者投稿のコーナーがねじ込まれる。ウィッシュ叩くぜ芋、楽しんだぜ芋。同時上映のワンスも流してほしかった。と投稿する。評判の良さで見てみたら、エルサとディズニーに呆れる人が一部に発生。エアプスターとエアプショーは出てきそう。スータス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 タ。上映時から、スタと映像を楽しむべきでストーリーはね。って言われてた細田監督のそばかすの姫が勤労入りした時、ラストの少女一人他人のパワハラ親父の元に送り出すシーンとかはさすがにそう突っ込みされてたからどうだろう。スターに願いをかけよ、ハッシュタグをつけてポストするとグッズがもらえる。アーシャはスターに洗脳されてる説の感想は絶対ある。アラジンの勤労でもイアーゴがジャファーを操っているとかいう話で盛り上がってたし。まるでアーシャとスターがヴィランみたいじゃないすか。アズカバンの時のスネイクみたいに過剰に王を持ち上げるツイートがバズって、それに引用で噛みつく人がいるまでワンセット。イフで幸せそうなアーシャと王の FE が流れてきて存在しない記憶言われる。放送時間内に収めるためにクッキーやグタミどもの不評なシーンをカット編集してそう。不快な描写がカットされたから地上波勢は言うほど悪くないみたいな感想に落ち着く。真実を掲げ全カットか。言うて昨今は本編のカットが当たり前なので、これで先週から来週にゲゲゲの謎とか放送された日にはマグニフィコーはヴィランやるならこの G くらいやれとか言われそうで。金の一周矢印土曜の富士ゲゲゲの謎でやろう。アーシャーでもマグニフィコーでもスタッフはこう言ってて、小説ではといった元ソースにアクセスしにくいデマ情報が飛び交うのはありそう。ここでも13世紀ヨーロッパ舞台って勘違いされてるもんな。パンフだとあくまでも建物や背景の参考にって言い方だし、なお賊の襲撃で国が滅ぶ世界なのは確定な模様。この書き方だと架空の世界を舞台にしてると勘違いされそうだから補足すると、王様の出身はイベリア半島、主人公の母親の出身は北アフリカ、パンフ情報、ロサスは南ヨーロッパとアフリカの間くらいにあるという設定で、時代は12、13世紀を参考。監督インタビュー。だから普通にヨーロッパ舞台だよ。言うて勤労にいくらかかっととかされてるでしょう。そのあたりで描写が不十分なんだろうな。との印象により言うほどかという温度差が出てくる。一部キャラの出身地や人種まで明かされてるのに、建物や背景の参考にしただけって断定してる書き込みが最近増えてるけど、何なんだろうね。誤情報が広まらないように時を使っているからだけど、逆の誤情報が広まってしまいそうだな。ウィッシュ見てパンフと小説を買って、スタッフインタビューもしっかり確認するやつなんて一握りだから、伝言ゲームのデマが飛び交うのはしゃあない。マジで作品に必要のない設定の雨あられだから、整合性取れるように解釈しちゃうのも責めがたい。この時代背景で、アーシャを黒でユダヤ人にするとかマジで何考えてたの？しないと差別だ、とかいう人たちのせいじゃないかな。本編ノーカットのせいで肝心のエンドロールがワイプ&カット。地上波放映の無料視聴バフで、ボロクスと言われてたけど、言われてるほど悪くなかった、は確かにありがちだが。逆に、竜とそばかすの姫、や、スターウォーズ8、9、とかは大画面映像と音響バフがなくなって、余計に突っ込み祭りになってたからわからないな。竜そばは、ダメじゃないし、いい作品だけど、
本当にそれ解決してる？一個人にそれを渡していいの？なんか、みんな頑張ってるんだよ。って言われてもそうだけど、本当に解決できてる？っていう。なんというか、いろんなところがチューブラリンで絡まってるような作品だから。謎解きとしても正体が都会の知らない DV 受けてる男の子ですと言われても。そうなんだ、くらいの感想しか取れないのも悲しい。でも歌は素晴らしいと思いますし、あの映像美はジブリだからこそと自信を持ってお伝えできる品ではあるよね。竜そばは細田監督作品。王はモラハラ夫か田舎の話題が100倍増えそうで嫌だな。モラハラの意味が俺の知らない間に変わったのかと不安になるからやめてよね。地上波で見て実況でキャッキャする分には、むしろわかりやすいクッソポイントがあった方が楽しいんだよな。スターが登場するシーンとか、人類役権限とか言われて盛り上がってそう。クッキー踏みつぶすシーンで罵倒するレスダクさん。主人公と王のデュエットまでは普通の作品じゃん。ボロクッソに批判しすぎだろ、映画館に行ったやつ。ってなるけど、これで身内の願いを叶えてもらえないのを知ってから。あなたに願いを奪われたままだなんて。デアーシャが言っちゃうあたりで実況谷が、うん？なんかおかしくない？ってなりそう。とりあえず、あのチコモドキが画面に出たら罵倒の嵐だろうな。以上でした。続いて、ビッシュの応援上映行ってきたけど、に対する反応集をお送りします。誰も声を出して応援してなくてくさ。あとみんなで歌ったりもなかった。行く前はマグニフィコ王派とアーシャ派で割れて、雰囲気が変になったらどうしようかと考えてたけど、現実は虚無だった。とりあえず私は小声でつぶやくみたいに歌った。なんかひたすら虚無だった。まあウィッシュは応援しづらいからな。DT 派同士の掛け声で変な空気にならないように、あらかじめキャラファンで分けた応援上映をやってる作品もなかったっけ。ウィッシュでそれやってもキャラによってはガラガラになる可能性あるからなさそうだけど。 CM でよく使われてるのはウィッシュなんだけど、サビの締めが諦めることはないなのは普通に歌いづらいと思うわ。あんだけ歌うシーンあるのに歌われないのか、なんか残念だったね。応援上映って王の応援でもすんの？マグニフィコ王、応援上映って区切った方が盛り上がりそう。そういや応援上映って歌部分だと字幕が出たりするけど、あれって字幕にルビ振ってたっけ？そもそも子供の場合は漢字だらけで、そもそも歌詞が読めてないとかありそう。言ってきたけど、そもそも人数が少ない。いても親子か小中学生くらい。歓声も手拍子もなく無言で終わった。いい年した自分だけが歌を口ずさんでいて、俺は、がっかりした。自分もマグニフィコ目当てで映画は見たけど、応援上映まで行くほどじゃないな。応援上映って難しいんだな。歌うにしても歌いやすく乗りやすい曲ないしな。応援上映はどれだけ飛脚が入ってるかが肝だと知った。東京の応援上映だったらみんな歌ったの？自分は東京の応援上映に行ったけど、誰も応援してなかったよ。客入りは7割くらいで、そこまで過疎じゃなかったのにな。この映画の応援上映って他の人はどうするんだろうって様子見というか、怖いもの見たさみたいな感じで来た人で席が埋まっちゃったんだろうな。以上です。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。